どうも、クリオネ大使館です。今回は、サンダー時代のハーデン、KD、ラス対現在のハーデン、KD、ラス。どっちが強いのかを検証していこうと思います。この3人がファイナルで活躍していた時が10年前っていうのが驚きすぎる。そんな彼らも今や各々が MVP を受賞する選手となりました。こう思うと感慨深いですね。それゆえハーデンにはサンダーに残って欲しかったですわ。そしたらウォリアーズのようになっていたかも。それでは試合の方を見ていきましょう。果たして勝つのはどっちのチームであろうか。この試合初得点はゲンハーデンのレイアップ。対するサンダーチームは KD がゴール下で初得点。そしてサンダー KD が3ポイントとゴール下で連続得点。さすが驚異のスコアリングマシーン。対するゲン KD もハーデンからボールをスティール。そのままボールをプッシュして速攻を狙う。そしてフィニッシュまで持っていき得点に成功。1クォーターは両チームとも KD が得点を牽引。前アメリカ代表の時の写真見て驚きましたが、KD ってカズンズよりも大きいんですよね。そんな身長の選手がスムーズなドリブルしてシュート決めまくるって理不尽がすぎる。ここでサンダー・ハーデンがドライブからレイアップを沈める。ゲン KD がアイソレーションからバスカンを獲得。フリースローも決めて3点プレーに。1クォーター終了間際にゲン KD がアイソレーションでフローターを決める。現在チームが3点リードで1クォーターは終了。2クォーター最初の得点は、サンダー KD がレイアップ。サンダー KD 同士のハイローからバスカンを獲得。フリースローも決めて3点プレーに。対する現在チームは、KD がステップを踏みタクショットを決め切る。負けじとサンダー・ハーデンもショットクロックギリギリでシュートを成功。現在チームのラスがリバウンドからセカンドチャンスをものにする。対するサンダー・ラスはポストアップからフェイダウェイで得点。KD が3ポイントで点差を1点差に縮める。そしてこのダンクで現在チームが逆転に成功。だがサンダー KD もロールからレイアップを決める。3点サンダーチームがリードで前半終了。ここからは前半の総括です。意外にもこの試合は互角に進んでいますね。能力値的には現在チームのラスがどうしても低くなっていますが他選手でカバーをしています。まあ、お互い KD がヤバすぎて両者の殴り合いになっていますけどね。普通にこれはどうやっても止められないですわって感じすぎます。個人的には数年前の 2K のウォリアーズ KD を思い出します。あの殿堂入りチームにどうしても勝てずに何回コントローラーを投げ捨てたことか。この試合は両チームともの KD3 人が鍵を握りますね。いかに効率よく KD に点を取らせるか。そこに注目して後半を見ていきましょう。3クォーター最初の得点は、サンダー KD のレイアップから。現在チームも KD が後半初得点。アイソレーションから豪快なダンク。ディフェンスでもハッスルして現在チーム KD からチャージングを獲得。KD のパスから KD がダンク。サンダー KD は完全なトラベリングからゴール下。そして3ポイントで反撃。現在チームもハーデンで対抗。こちらは再び KD が3ポイントをヒット。サンダーラスがラスらしい豪快なダンクを披露。3クォーターはサンダーチームが3点リードで終了。4クォーター最初の得点は、現在チームのハーデンと KD のコンビプレイ。ポイントガードハーデンが試合をコントロール。味方の得点をアシスト。またもハーデンのパスから KD が3ポイント。サンダーチームはラスがドライブからレイアップで反撃。そして KD とのポストアップから得点を奪う。そしてこちらも仕返しのポストアップ。いとも簡単に得点を奪い返す。ローテーションミスを見逃さず KD がフリーのハーデンにパス。3
サンダーラスがポストからこのタフショットを決め切る。そしてこのコーナー3で5点差に。このシュートが入ればサンダーチームは勝機があったがミス。ここからはサンダーチームはファールゲームを仕掛け時計を止める。だが現チームは確実にフリースローを沈めて点差を広げる。そして4点リードで現在チームが勝利しました。こちらがボックススコアです。ナイスゲームでしたが年の功が出ましたね。やはり若い時にはない経験値を現在チームが遺憾なく発揮していたなと感じました。私もいい年の取り方をしたいもんですわ。今後もこのような動画を上げていくのでぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。